お願いします。リンさんと香里さんとの出会いは、私は13年ぐらい前になりますが、テレビ朝日の部屋メイクをしていて、題名のない音楽会の専属の部屋メイクをしていたんですけど、そこでの出会いが始まりまして、普通にじゃあメイクさんとして、そうです、今日はこの人をお願いします。はい、そうです、すっごい覚えてます昨日のことのように。でそこから、はい、今みたいな感じで、そうです、今はマネージャーとして胸をジャックのことなんですけど、もともとは20数年前にある方の展覧会で紹介されて、でその時に雑誌の編集長の方が香里さんを連れていらっしゃって、私はその方とももともと知り合いで、で同世代というか、誕生日も本当に数日違いだし、仲良くなったのは1回で、17年経ち、今はもう20付き合いですが、はい、今マネージャーとして付き合いなので、プライベートでも友達だし、お仕事の面ではマネージャーとアーティストという形で付き合いが続いていて、エリさんとも香里さんのお仕事を通じて会ったのが、ちょっと調べた、はい、2018年の福島でしたよね。福島ですね。ヤシスイッチのゴルゴさんのタイアップ企画で福島に、ね、そうそう、今でも覚えてるんですけど、すごく素敵なホテルに泊めさせていただいたんだけど、エリさんの同室で初めましてでねもうほぼほぼ初めましてで、じゃあお二人同じ部屋でお願いしますって言って、素敵なお部屋だったんですけど、覚えてるのがまだ娘さんが小さくて、なんか初めてのママと離れて、ママお仕事で出かけるっていうので、いろいろお熱が出ちゃったし、そうなんか初めてだったけど、こう私も息子がいるし、なんか母として仕事をするにはみたいなお話をしたりとか、もうほぼ同年齢なので、すごく楽しかった思いが、私も仕事で誰かと同室に出るのが初めてだった。しかも初めまして私もなんか初めてな感じしなかったですね。でも爆笑してたし、はい、そう、それがすごいなんか最初の思い出で、まだ寒くって4月翌日はアロハシ美術館で演奏の様子を撮るっていうので、なんかすごいいい思い出です、ね、初めましての気がしなかった、まあ、初めて同部屋でっていうので、一歩深い話をしましたので、ね、だから余計にご主人との出会いとか、ね、あと、あとエリさんがお箸を集めてるっていう、はい、箸置き箸置きを集めてるっていうで、その福島でも箸置きを、はい、まあフリーにはなりたいなっていう声はあったんですけど、っていうタイミングでその、まあ、村瀬さんと堀さんとお会いして、でその後にそのお声かけていただいたんですよ、うん、堀さんがサントリーホールで演奏するのに、そのヘアメイクの仕上がりを気に入っていただいて、で会社の方に私にヘアメイクをしてほしいっていうお問い合わせいただいて、で会社に出た頃に専属っていう形でサントリーホールのヘアメイクをさせていただいたんですよ。なんかそれがきっかけで、まあ、勝手に背中を押してくれたと思って、それがきっかけで私フリーランスのヘアメイクになれたかなって、背中を押してくれたと思ってますいいですね、まあでもなんかいろいろきっかけをくれるから、そうです、私もなんかこういう風な形で仕事するっていう思ってもいなかったし、でも私実はね、母もマネージャーをしてるので、はいはい、で父の写真なので、うん、父のマネージメントをしてて、はい、香里さんもともと写真にされてる吉永小百合さんがマネージャーさんの方とすごくこう家族のような感じで、うん、近い存在でお仕事をされてるっていうのがすごくいいなと思われていた。そういうきっかけもあり、仕事としてだけじゃなく、うん、関係性を深められるっていうことで、お話をいただいたのが最初のきっかけで、うん、人のきっかけ作り、私もマネージャーなんて仕事、自分が務まると思ってたし、はい、今も務まってないんですけど、そういう感じで、ね、
かおりさんの中でもお母さんがマネージャーだし、なんかそういうのは引き継いでるんじゃないかって勝手に見出してくれて、でなので今でもこうちょっとずつ日々勉強しながら続いてる感じ、はい、すごく人のそういう本当に観察力と記憶力もすごくいいじゃないですか、うん、そう私もさっきの初めての出会いとか、かおりさんだと多分すぐ思い出せるんだろうなと思いながら、はいはい、そういう人のなんだろう自分でも気づかないところを見つけるのがすごく上手な人だなっていつも思ってキューピッド、そう、ね、その男女だけじゃなくて、うん、いろんなところにキューピッド、うん、それはね、あの勝手にいつも思ってます、キューピッドしてるね、NHK の白洲雅子さんの特集で、その白洲雅子さんが行ったところで、その香織さんが演奏して、ちょうどそれが真冬2月3月とか、それぐらいの、毎月あったんですよ、ちょこちょこ。毎回、その雪深いところに行くんですけど、那智、和歌山県。鳥居がここに来るぐらい雪積もってるんですよ、うん、初めてそんなところに行ってそこでまた演奏したりとか、うん、あとは大杉だったんですよ、それも130段ぐらいの階段、うん、雪積もってるんですよ、うん、そこをあの来た130段の階段を登って、そのもう本当雪が積もってる場所で、まあ、でも外があって、そうですね、そこで演奏する、すごい、そこに登ることも衝撃的でしたし、うん、雪が吹雪いちゃって、うん、1日目は外に出られなくて、なんかホテルで待機とか、結構そういう感じですごい雪だったんですけど、結構な思い出ですね。